ゴジラ。カメラ。ということで京都です。今からね、とある場所に行きたいと思います。ではジェットジャガーのように飛んでいきましょう。よし。はい、ということで兵庫県は淡路島、二次元の森という場所に来ました。いやー、自然がたくさんでのどかな場所で、うん、なんかおる。これは、まずは君が落ち着け。ドキをムネムネさせながら進んでいくと到着しました。ゴジラ迎撃作戦。ここはですね、10月10日にオープンした様々なゴジラアトラクションが楽しめ、ゴジラと戦える場所らしいぞ。ということで、まずはここに入っていこう。ゴジラ迎撃作戦本部。ここはプレシアターになっていて、豪華俳優陣が出演する東宝制作によるすんげー映像を見られる場所です。よし、入っていこう。ただここは撮影が一切 NG ということで、感想ちょっくら言っていきます。すごかった。まずね、ゴジラ2016のいろんな動きが見れる。映画シンゴジラで、あのゴジラがこう動いたらどうだったんだろうといった疑問に少し答えてくれます。何より映像がすごすぎる。ほんと映画。そしてこのアトラクションのためだけに作られた完全オリジナルストーリーなので、ゴジラの世界に自分が入る感覚になるし、この後に続いていくアトラクションがすごく楽しみになります。そしてゴジラファンにしかわからないような小ネタも随所にあってニヤニヤするし、映画以外のスタッフの方の演出もすごく面白いし、一つ言えることは山崎弘之さんが好きです。そしてシアターが終わったら次はジップラインです。これはですね、活動を停止したゴジラの口の中に飛び込むというね、なんとも頭のおかし斬新すぎるアトラクションです。で、なんやかんやでこんななりました。そしてここからは現場の音声でお楽しみください。また会いましょう。やばー、シンゴジラやばいな、かっこいいな。やばい、怖い、やだ。めっちゃいいリアクションやな。7歳2名様ですか。はい、OK です。はい、じゃあ奥の方に、うん、はい、じゃあお兄さん、こっちご案内しますね。はい、OK です。ゲート閉まります。はい、奥でお待ちいただいたんですか。です。はい、じゃあ前の方来てください。はい、はい、じゃあ3段目まで上がってください。3で、はい、3段目まで。よいしょ、よし、ゆっくりでいいですか。はい、はい、じゃあゴジラ見て待っててくださいね。はい、ハンドル離してもらっていいですか。はい、今からつけるんで。よいしょ。緊張するね。めちゃくちゃする。はい、じゃあこれし、グリップしっかり握ってもらっていいですか。はい、よいしょ。はい、じゃあ1段降りてください。はい、はい、じゃあその場で軽くか、しゃがんでもらって。はい、痛いところないか大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、じゃあ立ち上がってください。はい、ちょっと待っててくださいね。はい、じゃあ足上げてもらっていいですか。あ、上げる。前に行くんで。はい、よいしょ、持ってるんで大丈夫です。あ、はい、はい、じゃあ一緒に行きます。足、足取ってください。足取ってくださいね。足持ってかれます。はい、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 うわー、鎌倉です。僕の方向いていただきますかね。はい、でもう一段だけお願いします。はい、ありがとうございます。外していきますね。ああ、怖かったですか。怖かったですね。最後の衝撃が。衝撃が一番怖い、ここ。怖いですね。ああ、ありがとうございます。いやー、とにかく最高でした。またやりたいね。ちなみに僕が行ったように、体内突入コース以外に、ゴジラの体表を見ながら滑ることができる、体外監視コースっていうのもあるので、もしゴジラの体表をまじまじと見たいっていう方はね、そちらで滑るのもいいかもしれません。やばい、これはやばい、これは、あ、尻尾はそっちに、あ、そっちじゃないの、いつなの、巻きついてんのって。あー、そうかそうか。いやー、最後がすごかったよね。いや、もう衝撃がもう本当すごい。で、あとさ、結構さ、グリップ力必要じゃない。確かに。生半可な覚悟じゃ飛べない。そうそうそう。俺だからやばい、この細胞がすげえ、鳥肌立つ。
ジラ細胞。はい、続いては対ゴジラ細胞シューティングということで、ゴジラより飛散したゴジラ細胞の増殖を食い止めるために専用の銃で除去するシューティングアトラクションです。ゴジラ細胞からの攻撃をかわし高得点を目指すぞ。そしてそれが終わるとフォトストップに続きます。これはですね、こうやって登っていくとこんな感じで凍結されたシンゴジラが目の前に現れるんですよ。そしてこの前で写真撮影とかね、動画撮影をパシャパシャできるということです。こんな感じで記念撮影できます。ちなみに左は友達です。右も友達です。そして続いてはゴジラミュージアム。ここはですね、歴代のゴジラの歴史を様々な資料とともに楽しめる世界初の常設ゴジラ博物館です。ここでしか見られない展示物を数々の公式資料とともに見ることができるんですよ。まずこちら、これどこか見覚えありませんか？東京駅ですね。そう、八潮里作戦時のシンゴジラです。かあ、この目、貞子より怖い。これね、結構大きくてめちゃくちゃ迫力ありました。ゴジラー。はい、というわけで僕がね、先ほど飛び込んだ凍結されたゴジラの模型ですね。いや、これも結構大きくて迫力あったんだけど、自分が飛び込んだゴジラのフィギュアを見るっていうのもなんか変な気持ち。ショゴジさんの特大フィギュアもありました。いや、すごかったな。10分ぐらいショゴジさん眺めてました。それからのこちら、ゴジラの映画の歴史で何がすごいかって、マグロゴジラ1998があるんですよ。これ感動したね。そしてアニゴジもしっかりあるところも感動した。からの来年公開のゴジラ大コング、ぐわー、楽しみすぎる。そして印象に残ってるのはこちら、ゴジラとメカキングギドラの新宿での戦いのジオラマ、これ本当にすごかった。横綱、そしてバーニングゴジラ、ギガンティック、かっこいい。他にもいろいろ種類ありました。そしてこちら、これはですね、プレシアーターを見た人にしかわからないようなね、造形物なので、だからこそね、ぜひプレシアーターを見ていただきたい。めちゃくちゃいいんだよな。これがまた極めつけはここですよ。オール東方怪獣総進撃ということで、このフィギュアの数見てください。ゴジラ以外の東方怪獣や、往年のゴジラ怪獣から、最新のゴジラ怪獣。ていうか、このムートのフィギュア何なんだろう。そして顔面狂気さんの横には、炊飯器ことスーパー X もあったんだよね。これ感動した。はい、というわけで、ここで映したのはほんの一部なので、ぜひミュージアムに入ってゴジラの歴史に触れてください。めっちゃ興奮するから、1時間ぐらい入れる。そしてミュージアムを出ると、こんな感じでショップになってます。そしてここでしか買えないゴジラグッズがたくさんあります。ゴジラカレーとかね、ゴジラキングギドラ、ラドン、モスラもあるんですよ。バームクーヘンとかね、いろいろあります。うわ、ゴジラの気持ちになれるな。あ、こっちにもパンツあるで。じゃあパンツ、うん、ありがとうございます。そしてミュージアムを出る頃にはお腹が空いてくる頃なんですけど、ちょうどいいところに食事コーナーがあります。ここではゴジラのオリジナルフードを食べることができます。いや、すごいですよね。見た目は結構えげつないけど、どれにしようかな。
さっきはよく待ってくれたな。ただ人類の勝利だ。くしゅ、やっぱりね、ゴジラ細胞を消滅させた後のカレーは格別なんだろうな。やっぱカスミを食ってるやつは違うな。肉が結構入ってる。あ、でもこれアクセントになって美味しい。あ、本当にゴジラの肉食べてるって感じがめっちゃする。人類の英知が詰まってるね。ゴジラを倒してさらにそのゴジラを食材にするっていう、全てを利用してるっていうね。自分たちが生んだ怪獣を自分たちの胃袋に入れるっていう、やっぱり人間の怖さをこのカレー一つで表してると僕は思います。そう思うよね。ね鼻がちょっと崩れてるけど、めっちゃ映えてる。モスラ、どこから行くの、やっぱりどこから行ってほしい最初。でもこれさ、目玉はやっぱ大根説あるよね。人参じゃない、大根。人参この色まで抜く。あー、コスモスが。オッケーいただきます。はい、モスラすごい。どう、甘口。甘口おいしい。あ、目玉は漬物っぽい。あ、てか、なんつったんやろ、あの福神漬けポジション。あ、そっか、そういうことか、うん、多分そういうこと。すごいおいしい。これリンプンじゃないの、モスラの。これリンプンやと思う。やっぱやられるで、胃袋がもうマジで荒れる、うん、やられる、やられる、モスラのあれによってめちゃめちゃおいしい。おいしい。でも、うまい。モスラめっちゃかわいそうなんやけど。これ多分ですね、ハンバーガー。かぶりつくタイプの危ないぞ、崩れるぞ。ゴジラの体表を表してんやろな、黒っていうところで多分。そうだな、うん、どう。あ、中のチキン、唐揚げってこと。唐揚げではない、うん、唐揚げではない。なんか、なんかファミチキンみたいな。あ、うん、真ん中絶対うまいよ、ベーコン。なんやろ、でもやっぱり黒ってないよね、ハンバーガーで。美味しいね、普通に。固めやな、このパンが。ひび割れてる感じとかさ、すげえリアルやね。うん、なんか、うん、確かに素材はこれ、PVC ですね、これ。じゃあ、キミちゃんにハンバーグをね。ハンバーグ、ハンバーガー。うん、ハンバーグが入ってるのね。うん、一番がっつりじゃない、そう。そうやな、うん、一番すごい。美味しい。何の味がする。肉厚すごいもの、これ。照り焼きマックバー、ボリュームがすごいもんな。うん、いやこれ何度、三人で一つでもいいぐらいかな。ストーリー全部ちゃうもん。全然違う。あんないっぱいあんのに。繋がってるやつもあるし、繋がってないやつもある。うん、最終負けんねん、大体。ゴジラか？うん。大体ね、ゴジラ以外の敵が出てくるから、ゴジラも人間からしたら脅威なんやけど、うん。その、敵の方がもっと脅威になるから、うん。そう。ゴジラに耐えるみたいな感じ。もあるし、逆に言うメカゴジラみたいに地球が作った兵器で、戦うみたいなのもある。ゴジラと。でもそれでも、負けるな、メガゴジラは。メガゴジラって何が作ったの？平成のはそうやな。映画によってちゃうのよ、ゴジラの映し方が。そして夕方の6時ぐらいになって、空が暗くなると、あれ、シンゴジラが光ってるんですよ。これめっちゃすごくない？まがまがしさがね、一段とアップして、このサーチライトがまた、いい味出してる。で、ジップラインは20時まで行ってるらしいので、この暗くなった状態のゴジラの口の中に飛び込んだり、ゴジラのね、体表を見ながら滑るっていうのもめちゃくちゃおすすめです。僕それもう一回やりに行こうかなと思ってるぐらい。そんな感じで本当に楽しかった。ゴジラ、また会おうな。その時は絶対に反撃を食らわないぜ。さよなら。はい、というわけで本当に楽しかった。あっという間に夜になったからね。てかね、ゴジラの口の中に入ることができるなんて一生に一度の思い出だね。でもね、またちょっと行ってみたいと思います、本当に。でね、アトラクションをこなしていくとこんな感じでね、カードをもらえるんですよ。で、裏返すと任務完了の文字が浮かび上がるんですよね。これ家に帰って嬉しかったそしてそしてこちら、これね、グッズを1万円分以上買うとオリジナルの袋をもらえるんですよ。ナショナル淡路アイランドインストゥートオブゴジラ
ディザスターかな。そして何を購入したかというと、まずはガチャン、ゴジラ迎撃作戦国立ゴジラ淡路島研究センターモバイルバッテリー。絵に一目惚れして買っちゃいました。ゴジラ対武士一騎打ち。この浮世絵のゴジラ半端なくかっこいいんだけど、趣があって稲妻が走ってる感じもめっちゃいいよね。これ一対一で絶望的な感じだけど、表面もちょっとザラザラしてて非常に高級感があります。これちょっと使おう。そしてやっぱりこちらニッシュのパンツ。まずこれ後ろね、僕ね赤が好きなんですよ。アイコンからもわかるように、シンゴジラのパンツ、とてつもない放射線が打てそうだ。そしてこちらはキングギドラ、股間に3つの首。でもこの絵が渋くてすごくいい。超ドラゴン怪獣だよねこれね。でこのなんか模様もなんかね昔っぽくて、うん、非常にいいです。で伸縮性があってサイズはフリーなのでね、結構どなたでも履けそうだよね。でこうキングギドラってめっちゃこれ入ってたんだ。そしてこちらキングギドラカレー、ラドンカレー、そしてゴジラバームクーヘン。食べ物もしっかり買っておきました。今からねちょっとこのキングギドラカレーを食べたいなと思います。でまたこれ結構凝ってあって、3本の首と黄金に輝く体を持つキングギドラの威厳ある姿をイメージした香り豊かなキーマカレーが出現。どんなキーマカレーだ。淡路島産の玉ねぎの甘さ、そうそう淡路島玉ねぎが有名なんだよね。スタンダードなルーの方向、あ、怪獣の方向と香りの方向かけてんだ、すげえ。そしてひき肉の旨味が三味一体となってあなたの味覚中枢を満足させますと。三味一体とかさ、キングギドラの三つの首にかけてたりとか、これ本当にね、これ文章を考えた人ね、絶対ゴジラに詳しい。素晴らしいね。こう、ちょっとね、高貴なお皿に入れてみました。そして、スプーンは黄金。では、いただきます。僕ね、キーマカレー好きなんですよ。辛いんかな？こうさないように。うん、美味しい。もうね、口に入れた瞬間に、キングギドラの方向が口の中に広がる。これ一見ね結構普通のカレーっぽいんだけれども、結構こう具がキーマキーマしてる語彙力。キーマカレーと普通のカレーの間っていう感じかな。こんな感じですね。うまっ。これ正直二次元の森で食べたゴジラカレーより美味しい好みの問題だね。キーマが好きな人はこっちかな。ひき肉のねあの感じとかね、すごくいいです。スパイシー、味覚中枢が刺激されとるわ。ちょっとソースをねかけると、うん、美味しい。このソースがゴジラ感出てていいね。辛いんだけど若干玉ねぎの甘みもあるから食べにくくないね。はい、ごちそうさまでした。ではデザート、こちらゴジラバームクーヘンを食していこうか。これね箱がまためちゃくちゃかっこいいんだよな。残したくなるね。ゴジラ迎撃作戦により活動停止したゴジラ、半ば地中に埋もれてもなお地面からその巨大な姿を地上に表します。その長大な尻尾をイメージしてココア風味の漆黒のバームクーヘンを盛り付けたデザートプレートです。ということで、まあこれはね二次元の森の現地で食べることができるんですよ。でこれはバームクーヘン丸々だね。ではいくぜ。おお、すごい漆黒や。あ、やっぱこうゴジラの尻尾の形になってんだね。輪切りにした感じだ。人類を勝ったぞゴジラ、俺は貴様。ズズ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 、これはやばいぞ。めちゃくちゃいいじゃんこれ。ちょっと待って、写真撮ろう写真。これ表面のこの気泡が本当にゴジラ感あってざっくり、本当に漆黒なんだねこれ。これね、表面はツヤがあって中身はマットっていうフィギュアを見てるかのようだ。うん、ココアなんだけどこれね後味がいい。しつこくないんですよ。甘ったらくなくて重たくない感じ。ほんのりちょっとさっぱりしてるね。食べやすいです。でちょっともちっとして弾力があって食べ応えあるね。おいしい。はい、そんな感じで本当にね最高に楽しかったんだけど、こういうゴジラのイベントに行くとよりゴジラが好きになるんだよね。
再認識するというか、そういった意味で本当に行ってよかったなと思いました。でね、このイベント自体も本当に楽しいし、僕と一緒に行った友達2人はゴジラにそんなに詳しくないんだけど、本当に純粋に楽しかったって言ってたし、友達や家族、恋人と行くのも全然ありだと思います。というかね、そういう方も多かったような気がする。なのでね、ぜひこのシン・ゴジラの口の中に皆さんもね、飛び込んでみてはいかがでしょうか。っていうかね、ロケ楽しかったまたやりたいと思います。はい、そんな感じで今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた、バイバイ。なんかね、二次元の森ではクレヨンしんちゃんのアトラクションもあるんですけど、帰りにね、クレヨンしんちゃんのショップがあったので入ってみました。でね、ちょっと面白い商品があったんですよ。これ考えた人天才